えー、片居大臣322人で滑ります。俺お二人が思う、上振れ下振れなく、ちょうど、え、今季、移籍金通り、期待通りの活躍だと思う選手は誰ですか上振れ下振れなく。え、マウントとかじゃないですかね。いやいやいや。<laughs> ブレにブレてんだって。<laughs> ブレすぎて分かんねえことやってんね。<laughs> うーん。ーんいい質問ですね。上振れ、まず上振れ下振れない選手の時点でアタッカーとか無理やん。いや、と思うやんか。 ライスとかどうすかライスは、いや、うん、でもお値段以上という声もありますよ。でもリアルな感じで1億ポンドだったらあれぐらい欲しくないっていうところも込みで。1億打倒なのかな ?1 億ポンド、高すぎて分からんわ。ハバツ、ハバツじゃない。ライスは。まかりはないだろ。全然。まかりい。上振れ通貨。うん、純粋に安い。金額以上の活躍してるわ。グバルディオルは金額の方が高くないまだ。 いい活躍してるけど。まあね、うーん。ハバーツ。ハバーツは正直お買い得。6000万。安いよね。ああ。うん。コバチッチね。あれ、2800万ってなった。あ、コバチッチはちょうどいいな。コ町チッチはあもう、ちょうどいいよね。ちょうどいいな。やっぱ、そんぐらいの値段はね。あ、ジャクソン。上振れとか下振れなくが難しいんだよね。上振れと下振れ、 を経てこれですからね、ジャクソンはね。まあ確かに、結局、うん、金額通りに収束してんの、ジャクソン説は。うんうん。そこ取っちゃうんだったらジャクソンはいいよね。ジャクソンって、3000万ぐらい。3000万三千万で10ゴールはお得なんじゃないかっていう。3000万で10ゴールか。祖母が、期待通りか。いやー。もっとできるない、い祖母って。<laughs> 俺的にはもっとできるんじゃないっていう。まあ、最近がちょっと、そう。序盤戦、でも、序盤戦はお値段以上、後半戦はもっとできるっていう感じだから、っていう感じやな。って感じだな。うん。そこ、四五千万ぐらい。四五千万だっけもっといったのもっとっ七千万とかいってなかったっけあー、じゃあ、あれか。わかんないけど。いくらか約 解除金パン,パン4000万ぐらいやったらまあっていう感じだな、まあ、祖母がいくらか忘れてしまいましたうんそうだうんなんかでも結構7000だったら高いだろ7000はちょっと7000の活躍したかって言われるとうん,うーんって感じだな7000って高いからなうん <laughs> なかなかに。 ラビアでいいんすか、マジでラビアはもう無理だろう <laughs>。十何分だよ。<laughs> 十三分だよ。<laughs> 病給いくらだよっていう、あいつ、本当。<laughs> うーん。あ、は、は、バス六千万。ギュスト、ああ、ギュストいくらだったっけ。ギュスト。ギュストって二年前とかだよな。二年前、いや、今年は増でしょあれ、あの。 昨シーズンの冬か。昨シーズンの冬か。そうだね。いくらだっけ、ギューストって。でも安かった気がするんだよ、3000万ぐらいじゃない。だとしたら結構、お買いまあ確かに。年齢込みで悪くないな。うん。夏かに、去年はリオンに連打したから、そのままな。ジョアンペドロ。ジョアンペドロ。ジョアンペドロ、ブライトの最高金額だよね、確かね。いくらだっけあれ5000万とかだっけいやいや、そこはってないと思う三34000。 4,000ちょいぐらいか。行ってないでもあでもジョン・ペドラはまあゴール数的にもジョン・ペドラはまあ本当にちょうど良さはあるよなそこそこにハムのエド・サ・アルバレスはエド・サ・アルバレスってでもあいつずっと出てねそんなことあいつ結構いるっすよマジでエド・サ・アルバレスの遺跡金がパッと出てこないなもうわかんないよねエド・サ・アルバレスの遺跡金っていくらかうん結構高かったほうが